貴様のその目が弟に似ている。お待ちください。なんだジジイ。この子は今日まで兄のため手となり足となり一生懸命生きてきたのです。それがどうした。許してやってはくれませぬか。ダメだな。本当によくできた弟なのです。何？よくできた弟？何卒お待ちを。兄より優れた弟など存在しねえ。ガキ、貴様の無力さ思い知らせてやる。バカ兄ちゃん、アキ。やはり行くのか。ああ、見過ごすわけにはいかん。そうか。レイ、お前に一つ頼みがある。何でも言ってくれ。友の言葉として聞こう。バットとリン、あの二人を頼む。連れて行く気はないのか。今度の敵はおそらく身内、北斗神拳同士の戦いになる。一子相伝の北斗神拳に身内が。俺には三人の兄がいた。しかし北斗神拳を伝承できるのは一人。その兄弟のうちの一人かもしれんということか。今度ばかりは生きて帰れる保証はない。剣、死ぬなよ。まあ、二人を頼む。ケン、あなたはユリアさんの思い出がある限り、あえて父を選んで身をその中に。マコ兄ちゃん。おい、しっかりしろ。誰がこんなことを。ケンシロウ。奴は今どこに。あの村。年葉も行かぬ子供に何という仕打ちを。ジャギ、貴様には地獄すら生ぬるい。もう村の連中にはケンシロウの噂が広まったようだな。やつらもまさか偽物だとは思うまい。本物は今頃自分の評判の悪さに驚いてるだろうよ。ちげえねえ。おい、お前たち。は？なんだてめえは。ケンシロウに伝えろ。なに？ケンシロウ様に何の用だ。弟が会いに来たとな。なに？弟？貴様、本物のケンシロウか。そう。そして奴の本当の名はジャギ。かつて兄と呼んだ男だ。そうか、貴様が弟か。俺も運のいい男だぜ。ここで貴様を倒せば、俺はあの方の右腕にしてもらえるからな。ならば早くやってみせろ。やろう。言わせておけば。見ろ、俺様の北斗神拳を。ジャギ様から奪い取った技、とくと味わわせてやるわ。
いいか、行くぞ。いいぞ兄貴、やっちまえ。なんだこいつは、命知らずな野郎だぜ。ジャギの居場所を言え。この先の高層ビルだ。ジャギ様は弟の貴様に対する憎しみだけで生きている。そうか。行けば貴様は必ず殺される。行って殺されやがれ。行って俺に対する憎しみだけか。村人はなぜ姿を見せぬ。それにこの殺気。ケンシロウ。子供。これが子供の殺気か。アキお父さん、殺したな。お前なんか人間じゃない。アキを返せ。砂漠のあの子の兄か。かつての俺の甘さがこの幼い兄弟に悲劇をもたらしてしまったのか。お前なんか殺してやる。お前の怒りは俺にもよくわかる。撃つがいい。え、どうした。撃て。撃て。この痛み必ず奴に届けてやろう。やつが来る。ジャギ様、外が騒がしいようですが。俺の獲物だ。
獲物ですか？気負ったか。なんだ貴様、死にてえのか？我が配下ながらバカな奴らだ。ケンシロウ、どの程度の腕になったか、この兄に見せてみろ。貴様程度の男、ジャギ様の手を煩わせるまでもないわ。たった一人の男に何してやがる。甘い甘いな。その程度で俺様の復讐に耐えられるか。ジャギ、早く死に場所を選べ。貴様は死ぬべき男だ。ふざくな。今の俺は昔の俺ではないぞ。まだそんなものに頼っているのか。大口を叩けるのも今のうちだ。来い。